はい、こんにちは。今日は大阪教育大の問題を紹介いたします。まあ指数ですが、まあ二次関数になりそうな感じの指数の関数です。で、XA は実数ですと。で、まず、カッコ1番 F カッコ X の最小値っていうんですが、まあ、これも見るからに2の X 乗足す2のマイナス X 乗を何か文字で置けと、もう問題は叫んでいる。で、まあ、4の X 乗っていうのは当然、2の X 乗の2乗。で、まあ、ここはもう、こう置いたらもうマイナス 6T ってもう一目でわかるんで、じゃあ、こいつは、やはり2のマイナス X 乗の2乗と。ということは T がこれなんで、T を2乗すると、これとこれが出てきて、あと、余計な、あとはですね、これイコール。これイコール、T の2乗すると、これとこれが出てきて、あと余計な 2×2 の X 乗 ×2 のマイナス X 乗。これ1ですよ。が、出てきちゃうんで、これは、ないから取ってあげればいいと。じゃあそうすると結局元の式っていうのはこれとこれがこれとこれなんで F カッコ X は T の2乗でこの部分はもうマイナス 6T でマイナス2と。で2の X 乗足す2のマイナス X 乗の T っていうのは全 X はもちろん全実数取りますが、じゃあ T も同じく全実数取るのかっていうと2の x 乗っていうのは正だし、2のマイナス x 乗も正ですっていうのはグラフで書くと、このグラフ書いておくと、実はまあ、カッコ2番の時に役に立って、2の x 乗はまあ指数関数で必ず0、1を通ってこんな感じと。で、2のマイナス x 乗ってのはまあ2分の1の x 乗のことなんで、まあ、これと y 軸選対象と。まあ、こんな感じと。で、まあ、そうすると t っていうのは、まあ、もちろん最小値出すには、相加相乗平均だし、もうグラフで、まあ、ここだろうなっていう目星もつくと。で、まあ、ちゃんと一応やるならば、両方正だから、相加相乗平均が使えて、2の x 乗足す2のマイナス x 乗割る2っていう相加平均は、相乗掛け算の平均よりも、で、これは、さっきこれ、消しちゃったけど、計算した、これ中身1なんで、1ですと。ってことは、t、すなわち、2の x 乗足す2のマイナス x 乗っていうのは、2以上です。というのは、で、統合は、この時に成り立つんで、x イコール0の時。まあ、これ見たらこれ、ここの時が、最小値ですと。で、まあ、t っていうのは、大雑把に言うと、まあ、これとこれの最小値はここ、これとこの最小値はここって感じで、まあ、こんな感じ。では、ここは当然、1たす1の2ですと。で、まあ、これの最小値出すのに、平方関数にすればいいだけなんで、t-3 の2乗、マイナス9、マイナス2だから、マイナス11と。で、t イコール3は、t は2以上で定義されてるんで、ってどこになるっけ。t は2以上なんで、3は取るから、最小値は t イコール3の時のマイナス11と。その時の x の値は特に引かれてないし、出すのも大変なのかな。まあ、特にいいでしょう。マイナス11と。で、カッコ2は、f カッコ x イコール a となるような x の個数っていうんで、じゃあ、この関数をグラフで書いてあげると、t は2以上。t は2以上で定義されて、3の時に極小、とかまあ、頂点。3の時に頂点で、値は3、マイナス11。値はマイナス11と。で、2から始まるんで、2の時の値は必要で、2入れると、2人が4引く12引く2だから、マイナス10。2の時マイナス10。そうすると、ここから始まって、ここが頂点で、で、あとはこうと。じゃあ、そこで、そこに、a イコール、ここが、f かっこいい。y イコール0か。y イコール0を引いたときに、もちろん、a がマイナス11よりもちっちゃければ、解なし、0個と。で、a がマイナス11のとき、すなわちここでぴったりこう接するときと。そうすると、接するから1個ってやっちゃいけなくて、t イコール3っていうのは、2の x 乗
足す2の x 乗分の1が3となるってことなんで、これ二次方程式になります。そまあ二次方程式は原則解が2個あるんで、まあこれは2個あるんでしょうが、重解の持つのはどこかっていうと、それはこれが t なんで、これが t。 じゃあ重解ってのは2の時に重解、まあ実際やってみれば分かりますが、2の x 乗 s とでもすれば s 足す s 分の1が2の時に s 二乗マイナス 2s プラス1っていうふうに重解になる。なんで、t イコール3は2点で交わるんで、 t イコール3っていう解の時には2点で交わるから、マイナス11の時は2個と、1箇所で接してるから2個。じゃあ A がこの間ですね、この間マイナス11からマイナス10の間は2箇所で交わると。で、2箇所で交わって、この2箇所は重解である2を、2と2じゃないんで、4箇所。1個につき2個の解があるんで4と。で、A イコールマイナス10の時には、これ、T イコール2は重解になると。重解はここは1個で、で、ここは、2以上なんで2箇所で交わるから1個、2個、3個なので3で、あとは A がマイナス10よりもでかければ1箇所で交わるってことは、1箇所につき2個解があるから2ということで、これが答えになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。